ランは、1985年に公開された、日仏合作の歴史映画である。監督は、黒沢明。主演は、中台達也。カラー、ビスタ、162分。物語は、シェイクスピアの悲劇、リアオと、毛利元成の、三つ子教訓状を元にしており、架空の戦国武将、一文字秀虎の家督城途に橋を発する三人の、息子との確執。 兄弟同士の骨肉の争いと破滅を描く。当時の日本映画で最大規模となる26億円の制作費を投じた大作で構想から9年もかけて完成した。黒沢の最高傑作の一つとして国内外で高く評価されている。第58回アカデミー賞では監督賞を含む4部門にノミネートされ、和田恵美が衣装デザイン賞を受賞した。 第39回英国アカデミー賞では6部門にノミネートされ、外国語作品賞とメイクアップ賞を受賞した。他、第20回全米映画批評家協会賞で、作品賞と撮影賞、第51回ニューヨーク映画批評家協会賞で、外国語映画賞、第11回ロサンゼルス映画批評家協会賞で、外国語映画賞と、音楽賞、第28回ブルーリボン賞で、 作品賞と監督賞を受賞した。戦国時代を無慈悲に生き抜いてきた年70の猛将、一文字秀虎は、隣国の領主二人を招いた巻狩りの場で居眠りをしてしまう。そして、そこで悪夢を見た秀虎は突然隠居することを表明し、長男の太郎、次男の次郎、三男の三郎に三つの城を分け与え、自身は客人として静かに余生を過ごしたいと願う。さらに、 一本の矢はすぐ折れるが、三本束ねると折れぬと三本の矢を持って、兄弟の団結のようを解くが、三郎は示された三本の矢を力ずくでへし折り、父親の弱気と兄弟衝突の懸念を訴える。秀虎は激怒し、三郎とそれをかばう重心の平山団子をその場で追放する。隣国の領主、藤巻は三郎の気質を気に入り、婿に迎え入れる。 家徳と一の城を継いだ太郎だが、性質の楓の方に馬印がないのでは、形ばかりの家徳上渡に過ぎぬと言われ、馬印を父から取り戻そうとする。そこで、家来同士の小競り合いが起こり、秀虎は太郎の家来の一人を弓矢で殺す。太郎は父を呼び出し、今後一切のことは領主である自分に従うようにと、迫る。 立腹した秀虎は家来を連れて、二郎の二の城に赴くが、太郎からことの次第を知らされていた二郎も、また、家来抜きであれば、父上を迎え入れると秀虎を袖にする。秀虎は、失意と共に、主を失って、無人となった三郎の三の城に入るしかなかった。そこに、太郎、二郎の大軍勢が来襲する。三の城は燃え、 秀虎の家来や女たちは皆殺しにされる。さらにどさくさに紛れ、太郎は、二郎の家臣に射殺される。繰り広げられる骨肉の争いに、秀虎は半ば狂人と化して城を離れる。己が犯した残虐非道の因果に怯え、勇気のように玄野をさまよう秀虎の後を、丹後と道家の阿弥が突き従う。夫を失った楓の方は今度は二郎を狼楽し、 二郎の性質である末の方を殺して、自分を性質にしろと迫る。そんな時、流浪の身の秀虎を引き取るため、サブが軍勢を引いて、国境の川を越えて現れる。サブ二郎の両軍が睨み合う中、隣国藤巻と綾部も兵を使わして、様子を伺う。楓の方に焚きつけられた二郎は、サブ軍に向かって、突撃命令を下すが、その時、 綾部の大軍が一文字領に侵入したとの方が入る。目の前の綾部軍がおとりであったことに気づき、萌えをちんとしている一の城に戻った次郎に、帰の方は自分の一族を滅ぼした一文字家が滅ぶのをこの目で見たかったのだと告げる。一方、サブロは家臣に指揮を任せて、陣を離れ、丹後と京網と共に、秀虎を探し出す。正規を取り戻した秀虎は、 サブロと和解を果たし、親子仲睦まじく、馬上に揺られる。しかし、平穏もつかの間、サブロは二郎が仕向けた、鉄砲隊に狙撃され、命を落とし、秀虎ラも、完全の悲劇にもだえながら生きたえる。神やフッはいないのか。と嘆き叫ぶ阿弥を、単語は、殺し合わねば生きてゆけぬ人間の愚かさは、神や、フッも救う術はないのだと悟す。本作のもとになった。 三谷の教えで有名な戦国武将の毛利元成。本作は、シェイクスピアの、リア王を日本の戦国時代に翻案したものとされているが、もともとは黒沢が、毛利家は、三谷の教えで知られる、毛利元成の三人の息子たちのおかげで栄えたが、もしもその誓いが守られなかったらどうなるか。という問いに、三人の娘を持つリア王の悲劇に、結びつけて着想したものである。 主演の中大達也は、日本の戦国時代を借りて、終わりのない戦に明け暮れる人間の愚かさを、天上からの神の目で俯瞰した作品と表現しているが、黒沢も影武者が地の視点なら、乱は天の視点としている。また黒沢は本作を人類に対する遺言とも語っており、主人公の一文字秀虎の門ろが太陽と月を模しているのは黒沢明の、 アキラを図案化したもので、秀虎が黒沢自身であることを示している。本作の脚本は、1976年2月15日に、御殿場市にある黒沢の山荘で、黒沢と小国秀を井出正との3人で執筆が開始され、3月19日に諸稿を脱行した。諸稿は、三船と城を想定して書かれ、三船は、 主演だけでなく三船プロダクションで制作費の一部を出そうとしたが、莫大な制作費がかかるため断った。脚本執筆の費用を負担していた、日本ヘラルド映画も制作費がかかりすぎるため、先送りにし、他の映画会社も尻込みして、企画は思うように進まなかった。そこで、黒沢は、本作の制作費を軽減するため、同じ戦国時代を舞台にした。 影武者を先に制作し、その小道具や衣装などを本作に流用しようとした。影武者は工業的に大成功したが、それでもリスクの大きい本作の制作に、日本の映画会社は踏み切れず、東方は内容が暗すぎるという理由で難色を示した。1982年、フランスの大手映画会社、ゴーモンの出資が決まり、同社の紹介で映画制作者、 セルジュ・シルベルマンのグリニッチュフィルムプロダクションが制作参加した。フランスから映画助成金を引き出せる可能性もあることから、同年9月に黒沢はフランスの文化大臣ジャック・ラングと面会し、映画に理解があるラングは本作のバックアップを約束した。こうして制作のメドがつき、同年11月19日に帝国ホテルで制作発表記者会見が行われた。 しかし、1983年3月25日に、フランスで新しい為替管理法が制定され、フランの国外持ち出しが制限されたため、制作費を日本に送金できなくなり、本作は制作延期となった。この時点で、ゴーは制作から完全離脱した。すでに、和田絵美を通じて衣装を発注し、甲冑などの小道具の制作も始まっていたため、黒沢は、 ヘラルドエースの社長である、原正人に協力を依頼した。その親会社日本ヘラルド映画の社長、古川勝美がこれに応じ、総制作費1050万ドルのうち、グリニッジフィルムプロダクションが350万ドルを出し、ヘラルドエースが残りの700万ドルを古川の保証で出資した。こうして1983年12月に制作再開したが、最終的に、 創生作費は1億円オーバーの26億円となった。主演の中大達也は60年以上俳優をやってきて一番多く出演料をいただいた作品と語っている。当時49歳で70歳の秀虎役を演じるため毎日4時間かけてシワのメイクを施した。ある日メイクが仕上がったところで黒沢から 今日は二日酔いだからと目と言われ、メイクを剥ぎ取ったこともあった。今日は民役のピーターは、制作決定以前から黒沢本人より出演オファーを受けており、それまでのイメージはいらないと言われて化粧をせず、素顔で同契約を演じた。本作出演が転機となり、以降は、俳優業は、本名の池畑慎之助、歌手、タレントは、ピーター、舞踊家は、 吉村武州と名を使い分けて活動することになる。末の方の盲目の弟、鶴丸役を演じているのは、能楽師の二世位、野村万歳である。狂言指導者として参加していた父親の二世位、野村万作に、黒沢から少年で、能狂言の技術を有した人物という相談があったという。本作が映画デビュー作となり、 表現以外の場所でも表現できることを知る天気となった。鉄修理役は当初高倉県にオファーされていた。黒沢は自ら高倉の自宅を4度訪れ直談判したが、高倉が居酒屋、長寿の準備が進み、監督の古畑安をにり立てしたため、出演を断った。黒沢に、あなたは難しい人だと言われた高倉だが、その後偶然、 ランのロケ地を通ったことがあり、出演すればよかったと後悔している。高倉健と中台達也は結局修正映画で共演の機会がなかった。1984年2月1日に本作の撮影を開始した。撮影開始予定日はその前日だったが、黒沢が風をこじらせたため1日伸ばされた。撮影中は関係者の不法が相次ぎ、 1985年1月に本作に参加していた立氏の久世龍と六音義士の矢野口文雄が亡くなり、さらに翌月には黒沢の妻の矢口陽子も亡くなっている。本作に登場する馬の一部はレンタルより安く済むという理由でアメリカからクォーターホースを50頭輸入して調教した。これは影武者を見た調教師から 戦国時代にあのような格好のいい馬はいないと指摘されたためであった。撮影はロケーションが大半で、姫路城、熊本城、阿蘇、飯田高原、名古屋城あと、御殿場、伊豆大島などで行われた。阿蘇先里の撮影では、阿蘇山の火山活動が活発化したり、噴煙のアリウ酸ガスの影響で中止したりすることがあった。作品後半の合戦シーンは、 飯田高原で撮影され、2日間のロケで1000人のエキストラと200頭の馬が動員された。作品前半の見せ場となる三の城の落城シーンは、富士山麓の御殿場に4億円をかけて、巨大な三の城のオープンセットを作り、実際に火を放ち炎上させた。この撮影地はくしくも、雲巣城と同じ場所だった。 三の城のモデルは福井県の丸岡城で、天守の表側に階段が付けられているのもこれを参考にしている。天守閣は高さ12メートル、幅16メートル、奥行き15メートルもあり、セットだが、ほとんど本建築で火山灰の不安定な地形で傾斜もあるため、地下3から4メートルも掘りってコンクリートを流して土台を作った。落城シーンはワンカット一発取りで、 撮り直しは不可能なため、リハーサルに一週間をかけ、撮影本番では場内に中台一人を残して、スタッフが撤収してから火を放ち、8台のカメラで撮影した。中台は猛烈な炎と煙を背景に、呆然自室のヒデトラが足元を見ないまま、急な階段をよろめき降りるという命がけの演技を行った。事前に黒沢から絶対に転ぶなよ。 君が転んだら4億円がパーだと念押しされ、本番では口の中で4億円、4億円と唱えていた。本人は不思議に落ち着いた気持ちだったと言い、目が慣れるまで間を取ったため、なかなか白から出てこない中台を黒沢が心配して、カットをかける寸前だったという。中台は顔半分に火傷を一週間休んだが、役者ってガになりさえすれば、 なんだってやってしまうんですよと語っている。音楽は、かつて、ドデス家電を手掛けた、竹光徹が担当したが、録音などで意見が合わず、激しく対立した。1985年4月27日に、東方録音センターで、ダビング作業中、竹光が作曲した録音済みのテープを聞いた黒沢は、ダメ出しし、低調部を強調するために、 テープの回転数を下げるように命じた。竹光は自分の意向を無視して音楽に修正を加える。黒沢に怒りを抑えきれず、自分の音楽を切っても貼っても結構です。お好きなように使ってください。でも、タイトルから僕の名前を外してくださいと激行し、ダビングルームを飛び出した。その後、原正との取りなしで、竹光は復帰し、黒沢とも和解した。黒沢は、 演奏に、ロンドン公共楽団の起用を希望していたが、竹光が、ロンドン公共楽団は、映画音楽の仕事をやりすぎて、仕事が荒れていると強く反対し、札幌公共楽団による録音となる。札幌公共楽団のような、日本でも有名とは言えない地方オーケストラを使う、ことに強い不満を抱いていた黒沢は、録音開始前は、楽団員の顔をろくに見ようとさえしない態度であった。 しかし、演奏の予想外の素晴らしさに、昼食時の解散前に式台に上がると、皆さんありがとう、千歳まで来てよかったですと深々と頭を下げ、しばらく顔を上げなかったという。本作は、第38回カンヌ国際映画祭に、招待出品されたが、完成に間に合わず断念した。プレミア上映は1985年5月21日に、日劇東宝で行われ、 5月31日には第1回東京国際映画祭のオープニング作品として NHK ホールで上映された。その翌日の6月1日に一般公開された。2015年に 4K 解像度によるデジタル修復が行われ、2017年4月1日に再公開された。日本国内での配給収入は16億7000万円で1985年の 法が配給収入で3位を記録したが、制作費が26億円のため資金を回収することはできず、巨額の赤字を背負った。日本国外での配給権を持っていたシルベルマンは、彼が制作した大島なぎさ監督のマックス・モンアムールとセットで販売し、日本で利益が出たら日本側に配分が来ることになっていたが、マックス・ モンアムールの失敗で海外からの利益配分を得ることはできなかった。本作は批評家から高い評価を受けた。ニューヨークタイムズ誌の映画批評家、ビンセント・キャンビーは、スケールが大きく、酔わせるような荒々しい叙情的な美しさを持つが、同時に、ダンは倫理に関わる物語を、クローズアップで見るときの恐ろしいロジックと明快さがある。時代と地域に、 特有の話でありながら、永遠性とどこにでも当てはまる、普遍性があると評した。アメリカの映画批評家ロジャー・イーバートは本作に最高評価の星4つを与え、自身が選ぶ最高の映画のリストに加えている。映画批評集積サイトの6点トマト図には86件のレビューがあり、批評家支持率は97%、平均点は8.98、10という高評価を獲得している。 サイト側による批評家の見解の要約は、黒沢明の壮大なこのリア王に基づく、女子氏は、西部劇、戦争映画、そして歴史映画のファンは必ず見るべきだとなっている。メタクレティックには21件のレビューがあり、過重平均値が96、100となっている。フランス側のプロデューサー、セルジュ・シルベルマンの企画により、 ラジュテなどの作品で知られる映画監督のクリス・マルケルが本作の御天場ロケに同行しメイキングドキュメンタリー映画を撮影した。撮影現場を指揮する黒沢と黒沢組のスタッフ、大勢のエキストラや馬、オールカットになった幻のシーンなどをフィルムに収めている。1985年に AK として公開され、同年の第38回カンヌ国際映画祭。 ある視点部門に出品された。音楽は、竹光通る、日本語版ナレーションは、はすみしげひこが担当している。現在は、ラン 4K マスターブルーレイボックスなどのソフトの特典映像に収録されている。ありがとうございます。